こんにちは、シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回またまたご投稿いただきました。ご投稿いただいたのはハンドルネームタッケさんからになります。タッケさん、ご投稿ありがとうございます。それでは早速投稿内容を読んでみたいと思います。こんばんは、タッケです。いつもシゴスピラジオを楽しく拝聴しております。さて、また質問がありメールしました。神棚の榊についてですが、スピリチュアル的に神棚に榊は必要なものなのでしょうか。我が家の神棚には榊はお祭りしていないのですが、どうしても気になり天神様のご意見をお願いいたします、ということでご投稿いただきました。タッケさん、ご投稿ありがとうございました。はい、神棚の話にまたなりますが、そうですね、神棚にはいろんな、まあ、その道具立てといいますかね、その神棚を構成する、まあ、要社があるんですけども、まあ、もちろんお社が、まあ、中心にあるわけですけどね、それ以外にもですね、両脇に榊を祀るというね、ものがあります。で、榊のスピリチュアル的な意味っていうのは、まあこれはスピリチュアル的なというか、まあ神道的にもそうなんですけども、まあ榊というのはひもろぎになるわけですね、ある意味で。まああらゆるものはひもろぎであり、あらゆるものは神域をこう構成するための一つの重要な要素になっておりまして、つまり、まあもちろんその神棚のそのね、なんでしょう、お社自体もひもろぎだし、中のお札とかもひもろぎだし、ご神教も ひもろぎだしって考えたら、全体がまあそのひもろぎの構成要素なわけなんでね、そういう意味で言えば、まあ、榊はひもろぎであると言えるわけです。でひもろぎというのは神様や、あるいは神霊が宿るね、よりしろでもあるので、よりしろになるわけなんで、まあ必要か必要じゃないかと言われたらば、あった方がいいわけです。で、まあ、榊というのはですね、神の木と書くようにですね、非常に尊いというか神聖なものなんですね。なので、非常に構成要素としては重要なものではありますと。まあ、神の木ですよね、まさにね。で、まあ、実際ですね、神道においても、例えばお祓いしますよね。お祓いするとき、大概まあ、その、木の棒に、その、払いぬさって、ね、この、シデっていう、こう、稲妻をかたどった和紙を、和紙というか、半紙で作ったものをつけて、ね、払い草というので、まあ、こうね、払うわけですけども、実はあれ、別に払い草じゃなくてもできるんですね。榊を使ってやる場合もあります。地鎮祭なんかよく見られる光景なんですけども、榊のこう枝をね、こう刺してですね、そこにシデをつけて、で、さらに血の輪、のようなその、ね、麻紐でですね、血の輪じゃないですけど、その、なんていうかね、丸い、ご神教を表す丸のね、円を作って、こう結ぶわけですね。で、それをお鏡に見立て上げて、そこをひもろぎとしてね、地鎮祭を行うということもあります。で、実際にお祓いをするときも、その榊の枝を持ってですね、お祓いするっていうね、パッパッパッっていう、まあ、お作法もあるぐらいなんで、もう非常に神聖な、ものなので、お祭りするした方がいいですかっていう、必要性ありますかという答えに対しては必要ですよと。ただし、まあそうですね、必要だって言っちゃえばですね、もっと言っちゃえばあれなんですよね、榊だけじゃなくてご神教ももちろんあった方がいいかもしれないし、水器といってですね、丸っこいのにちょっとなんて言うんですか、三角形のこの蓋のついた水器っていうやつがあるんですけどね、そこに水をお供えする。で、右側には米ね、生米じゃないか、ちょっと研いだものを、まあ、米をやって、あと、左側、お塩、盛り塩をすると。で、ろうそくの火を2本立てる。ここまでやった方がいいわけですよね。やった方がいいという意味で言えば。なので、別に榊に関わらず、まあ、その、神棚を祀る際に必要なものというのは、全員も意識揃えてあった方が、理想を言えばいいわけです。まあ、ちなみに、榊以外にはですね、荒神様を祀る場合には、荒神松といって、松を祀る場合もありますね。で、松でもいいと思うんです。松というのはですね、門松というのがあるように、あれは祭徳神を祀っていう意味合いがあるんですけど、まあ、神様を祀る、ね、神様が降りてくるのを待っているという意味合い、ね、言霊的な解釈をすると、
それ今の松もいいんですけども、まあ榊ね本当にいいので、まあ祀った方がいいとは思います。ただですね、先ほども言いましたように、理想を言ったらお鏡もあった方がいい、水があった方がいい、米があった方がいい、塩があった方がいい、ろうそくがあった方がいいってなるんですけど、まあ、住宅事情って結構厳しいですよね。今だいたいその、まあ地方とか田舎行ったらまた別かもしれませんが、まあ都心部だったらもうマンションとかそういうアパート暮らしだったりする人も多いと思う。そんな中でなかなかその神棚のね、そのお作法のルールをきちっと守って、ね、理想を追求するっていうのは厳しかったりするわけですよね。まあ、そういった場合にどうすんのって言った場合に、まあ、やっぱりできる限りのことをやっていくしかないわけです。自分のなりの真心とそのね、神域を形成するんだという気持ちの中でいいものを取り揃えていくというしかないわけなんで、まあだから今言ったようなものがあれば理想だけど、ない場合にはまあそのしょうがないですよね。その人なりの気持ちの中でいいものを揃えていくということをやった方が良いのではないかなと思います。なので、まあそのタッケさんがね、そのタッケさんの家の神棚には榊がないということなんですけど、まあ、例えば置く余裕があって別に住宅事情的にも許されて特に問題がないのであればお祭りした方が良いとは思います。だけども、まあそのないとダメとかね、ないのはもう絶対ダメとかね、そういう話になってくると、あのね、もうじゃあ神棚祭れないじゃんという風になってしまうと思うので、まあそこまでこう思い込む必要はないけれども、やっぱり榊はね、神聖な植物だし、神様の神霊のひもろぎになるようなものでもあるし、もうお祓いのそのね、一つの道具立てとして使われるぐらいだから、非常にその神霊的なものとの親和性の高いものなので、まあ祀られた方がよろしいかなと、お供えされた方がよろしいかなというふうには思います。まああとはね、ご自分の住宅事情やもろもろのことを鑑みてお決めになられたらよろしいのではないかなと思います。ということで、今回もね、シゴスピラジオで回答させていただきましたけども、参考になれば幸いです。それではシゴスピラジオを聞きいただきましてありがとうございました。シゴスピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。またシゴスピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回のシゴスピラジオでお会いしましょう。さようなら。